I'm Yuichiro Sato. I came from Japan. I living in Finland for three years. 大作品は、ラップランドに旅行したときに見たケロの作品で、すごく神秘的で、何かこう、日本ではちょっと見たことのない木で、で友人に聞いたら、この木は死んでるっていうふうに言っていて、それがすごく自分にとっては衝撃的で、描いてみたいなって思って描きました。もう一つ、5点、色の作品を展示しているんですけれども、それは、フィンランドの、空気とか空とか、そういったものをこうイメージして、描きました。